朝はパンンンンですす小林,小林千鶴がお送りしています FM 横浜アルファリリククプレゼンツレゼツディオリンクここからは物流モノシリンクのお時間です。 知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきますさて今回は素敵なゲストをお迎えしておりますパン大好き俳優としてご自身でも木並のパン宅配便というパンのサブスクサービスを手掛けていらっしゃいます俳優の木並遥香さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますこんにちはこんにちはいやこの番組はい。 えーっとね一年と五ヶ月ぐらいやってるんですけれども、はい、俳優さんゲストをお迎えするの初めてあそうなんですかなんですよもうドキドキの記念すべきでいすはい書いてございます,いま,すまず木並さんのプロフィールはい簡単ですがご紹介させていただきます1985年生まれ大阪出身の木並さん第1回ホリプロニュースターオーディションのグランプリをきっかけに 芸能界デビューされます映画「20世紀少年」への出演で注目を集めてその後もドラマ「勇者・佳彦」のシリーズや舞台「海辺のカフカ」などの話題作に出演されましたプライベートではパンシェルジュ検定2級を取得するほどのパン好きで「木並みとパンの本」などの著書も書かれていらっしゃいますそれこそねここ最近バラエティにもよくはい お出になるのを見かけててましてそれでねパンのサブスクもスタートされているということなのでこちらはまた後ほど詳しく聞かせてください,、はい、いさあ先ほどもちょっとご紹介させていただきましたがその第1回ホリプロニュースターオーディションでグランプリを受賞ということですが、はい、オーディションを受けたきっかけ芸能界に入って そのの経緯みたいいなものを教えてください、はいえっと、私は大阪出身なので初めて見たのは多分3歳とか4歳とかの頃に、うん、宝塚歌劇団を見て兵庫の宝塚にある宝塚歌劇団を見てその初めて見たのが「ベルサイユのバラで」でその時にもう幼稚園児ながら衝撃を受けまして。 ななんてこのきらびやかな世界だ特に「ベルサイユのバラ」っていう作品は本当にこうお姫様とか、うんうん、そういうフランス王宮の世界なので、うん、とにかく華やかできらびやかで私もあの羽を背負って大階段を降りていきたいっていう夢をもう持ってそこからもうバレエを習ったり、うん、日本舞踊を習ったり声楽を習ったりっていう,こう宝塚歌劇を目指す道を 歩き始めましたそうだったんです、ね、そうなんですだけどやっぱりその宝塚歌劇団って本当にその狭きもんというかうん、うん、ドキュメントとか見たことありますなんかやっぱり 無理だなって途中でどっかで気づいてちょっと実力も足りないし花もないしななどうしようかなみたいな、うん、まあでも本気で入れるとはもともと思ってなかったのでまあまあなんか記念受験みたいな一、うん、回だけしようかなぐらいな軽く考えていたた時にええそのまあもともとドラマを見るのも好きでテレビのドラマ。何かこう きっかけにオーディションを受けたいなって思って本当にそれも絶対受かんないよっていう記念受験みたいな感じで受けたらあ、っっちゃたたみたいなな感じですそんなライトな感じだったんですねライトっていうかもともと本当に夢は夢だけど<ー>本当に夢って叶うものと思ってない夢というか<ー>別にな叶えようとしてる夢じゃないというかなん<ー>だろう。 夢を叶えるために私こんなことしましたこういう努力してきましたっていう確固たる夢じゃなくて、うん、なんだろうなんかお金持ちになりたいとかテレビ出たいとかって子供の時って誰でもそういうふわふわした夢って持ってるじゃないですか。うんうん、ありますね。っていうレベルでしたね。えー、絶対私は女優になるみたいな感じではなかったですね。まあなんか慣、うん、れたら素敵みたいなでも絶対なれないよねみたいなくらいにしか考えてなかったですね。 でもそういった幼稚園の頃からそういったスクールとかにも通われてはい、はい、っていうことはされていたんですね。してました。だからそういうのは好きでしたね。うんうん、ミュージカルスクールに通ったりとか、ただ下手でしたけどね。すべ<ぁ>てにおいてすごく下手でした。でもさ、ちゃんとそのチャンスを手にして憧れの世界へこう飛び込むのがすごいなと思ったんですけれども。はいはい そんな中で実際にデビューされました、はい、ご自身が今までこうお仕事する中で大変だったこと嬉しいことたくさんあったと思うんですけど、はい、なんか印象的なエピソードって何かございますか全体でですかいっぱいありますよねそのデビュー当時とかデビュー当時の印象的なエピソードはちょっと今思いついたのは話せないんですけど <laughs> <laughs> じゃあそれは楽しみにしておきます後のオフトークで 印象なんかでも結構私なんだろう順風満帆とは言わない、うん、言えないそのなんだろうなんかこうバババババってこう登ってきたタイプじゃなくてなんかこう。 伸び悩んでいもともと自信のないタイプの人間なんですけどやっぱり入ってからもやっぱりお仕事が続かなかったりとかオーディションに受からなかったりとか、うん、やっぱりお仕事がこう次に次にってこう連鎖していかない、うん、っていう状態がやっぱりすごく10代20代前半の時に自分のすごく 繊細なな時期じゃないですかそうですよねそういう時はすごくしんどかったっていう思い出はありますねあ<ー>、うん。一個一個やっぱお仕事はしてるんだけどそれが次につながらないっていうのは自分の中でやっぱり求められてないんじゃないかみたいなそういうなんかでもそういった不安を抱えながらも10代20代そして30代ステップアップしていって。はい いらっしゃいますけれども、今回今日ラジオご出演してくださってるってことですけど、はい、なんかこうやってラジオ番組のご経験ってどういった経緯がございますか？あの私、デビュー当時、<え>アイドルユニットを組んでいまして、あの3人組で、ええええ、でその時にその3人でレギュラーであの番組をやってました。<ー>ラジオ番組を。 そうななんですね、はい、なんかどんなこと喋ってたのか全然覚えてないんですけど <laughs> でもひどいものだったと思いますいやそんなことはないと思いますけど最初の1年、まあ、1年目だったのでその時って本当に仕事が遊びだと仕事と遊びのもう境界線がないっていうかおしゃべりすることも,もう遊びの延長線みたいな感じで、ね、これでお金を頂い,いてるっていう意識は全くなかったので本当にひどいアイドルだったと思います。<laughs> <laughs> 本当に誰かか怒って欲しかってした <laughs> <laughs> いやいやいやでもあの普段ラジオとかは聞いたりはされますかかなんかたまに、あのー、今もうやめちゃったんですけど、えー、前去年まで絵の教室に通っていて素敵そうなんです絵を描くのが好きで、うん、その時にちょうど、あのー、福山さんのラジオとかがかかってたりして福山さんの声を聞きながら絵を描いたりしてました。あ 今はでも今はやっぱりそのまたそのうん、うん、忙しくなってさっきの話戻っちゃうんですけどもう本当に家族と過ごす時間がなさすぎて<ー>さらに自分の時間を優先しちゃうと自分の好きなことをやる時間を優先するとまた家族との時間が減るっていうのでもう今は家族最優先でこう自分の好きなことをやるのはまあもうちょっと年を取ってからとかでもできるなと思って一旦やめました。 いつか必ずきますもんね、はい。いつかまたやりたいと思います。はい。私も同じ仲間です。<laughs> 今はちょっとね。そうですね。うん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 。あのこの番組は物流をテーマにいろんな話題を取り上げているんですけれども、はいはい、木なさんが物流と聞いてまずイメージすることって何ですか？まずイメージするのはやっぱり宅配便ですかね。普段結構利用されますか？かなり。 利用します。もう毎日箱が届く感じです。うん、<に>どんなもの？やっぱり洋服とか化粧品とかが多いですね。わかる。化粧品とかサプリとかそういうものが多いですね。うんうん、なかなか子供を連れてゆっくり化粧品なんて見てらんなかったりしますよね。ね化粧品なんて絶対外で買わないかもい。うん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 。洋服もやっぱ買いに行かないですね。試着する時間もなかったりしますもんね。ねオンラインで買っちゃいますね。うん、分かる一緒です。はい、そんな。 はい、木南さんが宅配便といえばですよ、はい、手がけていらっしゃいます木のパン宅配便、はい、こちらどんなサービスになっているのか教えてください、はい、こちらはですね私がセレクトしたパン屋さんのパンが冷凍された状態で月に1回。うん 皆様のもとに届くというササブススクサービスになってます<ー>、はい、このパンを冷凍するって結構難しい技術なんですけど特別な冷凍技術を使用しているパンフォーユーさんという会社の方と協力していただいて、はい、焼きたての香りだったり食感だったりっていうのが保たれた状態のパンが冷凍で届くので はいもうとっても素敵なサービスになってますいやもう子どもからお年寄りまで嬉しいお届け物ですねそうですね,ね<ー>しかもこう全国のパン屋さんにご協力いただいてるのでやっぱりその遠出できない時間がないとかだったりとかっていうのでやっぱり毎月。 サプライズでどのパン屋さんから届くのかわからないので、うん、はあ、いろんなパン屋さんから、あ,あ、今月はもうなんか福岡から、えー、北海道からみたいなちょっとこう旅行気分を楽しんでもらえるような感じになってます。うんうん、確かに。じゃあまたその詳しい話は来週引き続き教えてください。はい、よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ということで今回の物流モノシリンクは俳優の木波春香さんにお話を伺いました。